中根人氏は、宮城県仙台市泉区出身の元プロ野球選手、コーチ。小学校3年生の頃にリトルリーグで野球を、始めた。幼少期は、ロッテの試合を見に、宮城球場によく行き、有藤道代のファンだったという。東北高校3年の1984年、1学年下の佐々木和弘や加西実と共に4番、右翼手で、 全国高校野球選手権に出場。柳井高校、日大一校を破って3回戦進出の立役者となった。高校卒業後は、厚生大学へ進学。大学でも右翼手を務め、クリーンアップを任されるようになった1987年の東京六大学野球春季リーグ戦で、初のベストナインに外野手として選出される。続く3年秋のリーグ戦では打率。 438で、首位打者となって、リーグ優勝に貢献し、ベストナインにも選ばれた。4年となった1988年は首相を務めたが、春季リーグ戦の途中で骨折をしたため、戦線離脱。秋季リーグ戦では、ベストナインとなり、チームも3期連続のリーグ優勝を果たした。4年間で、リーグ戦に、通算68試合出場。 215打数71安打、打率、330、11本塁打、49打点の成績を残している。なお、大学で初本塁打を放った際には、全力疾走して、高校の先輩でもある一塁走者の金子誠一を追い抜いてしまった。同年のドラフト会議では、ヤクルトスワローズか、横浜太陽ホエールズが3位で指名するという話を聞いていたが、 近鉄バファーローズから任意指名を受け、契約金5200万円、年俸840万円で入団した。当時の新聞報道では契約金5300万円、年俸600万円と報じられたが、誤差があったと中根本人が後年振り返っている。1989年は一軍キャンプで、ラルフ・ブライアントや鈴木隆久の打球を見て衝撃を受けたが、 走塁や守備は一定の手応えを感じたという。2軍に回ってからは、佐々木京介打撃コーチと共に手が、ボロボロになるほど練習を重ね、4月のウエスタンリーグ月間 MVP を受賞し、1軍へ昇格。5月3日には、対ロッテ戦で1軍初出場を果たし、6月13日の対ロッテ戦では2本類打を放つなど、1年目から1軍に定着して、 リーグ優勝に貢献。同年の巨人との日本シリーズには、代打や代走として出場し、同年のシーズンオフには、年俸1000万円で契約を公開した。右打ちで、パンチ力がある、中根とは、タイプの近い外野手である、村上隆之と数年間にわたって、ポジションを争い続けたが、1990年のキャンプでは、荒井博正に支持して、バント練習に励み、 オープン戦では三流一種にも挑戦するなど、出場機会を増やすため努力を重ねた。1992年4月28日の対西武ライオンズ戦で、左膝半月板を痛めて6月に手術を受け、8月18日の対ロッテ戦で復帰したため、同年は前年の約半分の52試合の出場に終わる。1993年は、 外野手の鈴木隆久が肘の手術を受け、戦列を離れたことなどから、出場機会が大きく増え、自己最多の112試合に出場する。調子の波が激しくレギュラー定着はならなかったものの、1100万円増の年俸3500万円で契約を公開した。翌1994年は、キャンプ序盤の2月14日に自打球を当てて、右足親指を骨折したが、 レギュラーシーズンに入ると好調を維持、いて前打線の恐怖の9番打者と呼ばれ、中堅手として64試合に先発出場するなど、10本類四42打点を記録した。しかし1995年は、左手首を故障し、治療のため全国の病院を回り、試合にはほとんど出場できなかった。さらに周期キャンプでも再び手首を痛めた。秋に、 手首の関節軟骨の手術を受け、翌1996年前半は、リハビリに集中して、一軍昇格は7月となった。1997年シーズンオフに、正サ野手の春ル夫が、プロ野球脱税事件に関わったことが発覚し、翌年開幕からの出場停止処分が下されたため、その代役を探していた、横浜ベイスターズのゴ藤博監督が、 中根の獲得を強く予防。これを受け12月、セットアッパーの佐野茂樹が、肘の手術で、来季絶望となり、リリーフの補強を目論んでた近鉄に、先発転向が失敗し右肘を痛めて、当番機会が減っていたが、佐々木和弘とのダブルストッパーとして活躍していた、森田光樹を提示し、交換トレードが成立し、横浜へ移籍。 森田は過去に最優秀防御率のタイトルを獲得し、さらに同年まで2年連続で開幕投手を務めていた横浜の主力投手であり、中根とは実績や年俸の面でギャップがあると当事者の中根やベイスターズ取締役の野口義雄も認めるほどの異例のトレードだった。1998年はキャンプから中堅守と右翼手のレギュラーの座を佐伯木隆弘、 ホセ・マラベ、井上ウと4人で争い、それぞれがオープン戦でも好調を維持していた。開幕戦では、井上とマラベがスタメン起用されたものの、4月10日の対巨人戦で一番、中堅守として遺跡後初の先発出場を果たす。しかし4月14日の対広島戦で、ダイビング補給した際に左肩を痛めて1ヶ月半の長期離脱を余儀なくされ、チーム目線が続いた。 6月に復帰した後は春も禁慎処分が解け、試合に出場していたため、相手先発投手の左右に応じて、再起と6番打者、右翼手で起用された。9月6日の対中日戦で本塁に突入した際に、右足首を痛めて、登録を抹消されたが10日間で復帰し、シーズン通算では70試合に出場。得点打率、408の勝負強い打撃は、 マシンガン打線の中でも異彩を放ち、チームメイトからは一人いて前と呼ばれ、リーグ優勝に貢献した。同年の日本シリーズでは第3、4戦に先発出場し、第3戦では4打数にあんだ1打点の成績を残している。オフには活躍が認められ、1200万円増の年俸6000万円で契約を公開した。1999年に、 FA の資格を取得して、オフに行使し、現状維持の年俸6000万円で1年契約を結んだ。2000年は、佐伯に加え田中一徳ともポジションを争うようになったが、小一類一種の駒田徳弘の不審で、佐伯が一類一種に回ったこともあり、7月以降は5番、右翼手に定着した。自己最高の打率、325、109安打の打撃成績に加え、 候補賞をテーマとした6月の JA 全農号合賞も受賞し、オフには2000万円増の年俸8000万で契約を公開した。2001年9月12日対巨人戦で、巨人ベンチからの必要なやじに怒って、ベンチに怒鳴り込んだ。2002年は、ストライクゾーンが高めに広がった影響などから、打撃時に脇腹を痛め、シーズン序盤に登録を抹消された。 1999年頃には将来田村一氏が一軍に定着したら自身は引退すると近藤監督に話していたというが2003年田村一氏の成長や古木克明の外野転向などもあり若手の出場機会を増やすべきだと感じたことなどから現役引退を決意10月9日の対広島戦が引退試合となり3番の抑止として先発出場し クリス・ブロックから左ヒを打って第一打席で退いた。2004年からは横浜ベスターズのスカウトとなり、2005年2月には業務提携先の天津ライオンズのキャンプに派遣されて川原隆一と共に臨時コーチを務めた。2006年に湘南シーレックスの打撃コーチに就任し、2010年にシーレックスの打撃権外野守備走塁コーチとなる。2011年からは 横浜ベイスターズ一軍打撃コーチに配置転換され、2013年10月1日付でコーチ契約を結ばないことが通達された。対談後は、元アスリートたちが経営する店舗を紹介するポータルサイトを運営しながら、プロ野球解説者として活動している。故障が多く年間を通じて、レギュラーに定着することはなかったが、俊足、強健で、守備感が鋭く、 長打力のあるが癒しとして定評があった。一方、体が開きやすいなど、打撃の確実性については、プロ入り当初に課題とされていた。荒井広正は、新人時代の中根を見て、いずれ自分が追い抜かれると感じたという。左右とも握力は 80kg あり、特に上半身の筋肉は、入団時から中西太志しコーチから一人前と認められていた。 近鉄時代は、石井博士郎や高山秀和と合同で、北九州市でハードな自主トレーニングを行い、結束の強さから、石井軍団とも呼ばれた。このトレーニングで培った体力が、近鉄のハードなキャンプを乗り切るのに役立ったという。2013年の対談後は、2014年3月3日から、引退後のアスリートとファンを永遠につなぐ。 ポータルサイト、アスリートガイドットコムを立ち上げ運営している。姉と弟がいる。妻は、元タレントの堀和美。元東京ヤクルトスワローズの中根裕二は、甥いと言われているが、実際は年の離れたいとこである。映画、ありがとうございます。